私は玉木武史です。生年月日は1940年9月12日生まれ。最初松林流の奈良明昇進先生のところに入門した時は15歳とちょっと10ヶ月ぐらいですね。正言流というのはやっぱり、手裏手の一つ の柔らかくしてですね、瞬発をで戦うということですね。力はあんまり入れない、瞬間瞬間で力を使うということ。続けていくにはやっぱり自分と戦いながら、自分の体を鍛えながら、いろんなどんなした方が工夫した方がいいか、どうしたら受けやすいとか、相手がどんなしてきた時に攻撃すればいいかということを考えながら、絶えず動いて練習しないと、止まってては空手やった意味がなくなってきますね。だからダム持ってても長いことほったらかしするとあんまり体が言うこと聞かなくなりますから。